日本神奈川県海老名市、大谷大谷は神奈川県海老名市の地名。2008年に住居表示が実施され、大谷北一丁目から四丁目と、大谷南一丁目から五丁目の二つの町邸及び、住居表示未実施の大あ大屋に分かれた。本校ではこれら三つについて記述する。市内中央部、ざま丘陵の南部に位置し、中東部は丘陵と谷が南北に走る。 住居表示未実施の西部は、相模平野の平坦地で、水田が広がる。面積は、以下の通りである。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、大谷北にから19から8の地点で15万8000円、平方メートルとなっている。入江状の大きな谷があることから、大谷と名付けられたと伝えられる。戦国時代頃には、 大谷とも表記された。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地域内を通る鉄道路線及び国道はない。中央部及び東端の一部を総鉄バス、東部を海老名市、コミュニティバスの路線が南北に走り、小田急小田原線、総鉄本線、 JR 相模線海老名駅と市南部を連絡している。海老名市立大谷小学校は国分時代に位置する。大谷北に関するカテゴリー、大谷南に関するカテゴリー、ありがとうございます。